マスの日、サンタのおじさんは言いました。暗い夜道はピカピカの、お前の花が役に立つのさ。いつも泣いてたトナカイさんは、今宵こそはと喜びました。手話の解説をします。よかったら一緒にやって楽しんでみてくださいね。赤という手話は人差し指で口を左から右へなぞります。鼻という手話は鼻を指さします。トナカイという手話は両手の3本指を顔の横から上の方に上げていきます。いつもという手話は両手の人差し指を向かい合わせて2回転します。みんなのという手話は右手の手のひらを下向きにして大きく半円を描きます。笑いものという手話は手をグーにして小指側で脇腹を 2,3 回叩きます。でもという手話は右手を顔の横で反転させます。昔という手話は両手のひらを後ろに向けて顔の横に立てて交互に後ろに動かします。クリスマスという手話は両手の人差し指を胸の前で交差させるように引き下ろします。時という手話は左手を立てて右手の親指を軸にして人差し指をくるんと半回転させます。サンタのおじいさんという手話は長い顎ひげと大きな袋を持つポーズで表現します。話すという手話はつまんだ5つの指を口の前でパッパと開きます。暗いという手話は手のひらを前に向けた両手を交差させて下ろします。道という手話は前に出した両手を前の方に動かします。ピカピカ光る花という手話はつまんだ5つの指を鼻の前でパッパと開きます。お前という手話は相手のことを指差しします。硬貨という手話はパーにした左手を立ててグーにした右手をくっつけて前に出します。泣くという手話は涙を流す仕草をします。良いという手話はグーにした右手を鼻に当てて前に出します。喜ぶという手話はパーにした両手を胸の前で交互に上下させます。おめでとうという手話は両手を軽く握ってパーッと開きながら上げます。それではご一緒に楽しんでみてください。喜びました。